あなたの本気に応えなくちゃですね。注目の一番人気11番ナリタブライアン、パドックでも注目を集める素晴らしい仕上がりですね。実力は引けを取りません。2番人気は9番スーパークリーク、1番人気こそ譲りましたが素質は負けていませんよ。前目につける先行策で勝利をつかんでほしいですね。ゴールドシチー、このメンバーの中でも見劣りしない仕上がりですね。この子の鋭い差し足が炸裂するか期待しましょう。15番タマモクロス、4番人気です。ライバルたちは強力ですが好走を期待したいですね。この子の持久力を見せつけるには絶好の舞台ですよ。美しい青空が広がる京都レース場、ターフも絶好の両馬場になりました。注目のナリタブライアン、十分に勝利を狙えますよ。威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘、スーパークリーク。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。17番内から7番少し離れて、18番10番現在シンガリラ、ナリタブライアンまだリードをキープしています。先頭から大きく離されて、2番手はスーパークリーク、内をついて13番4番手には3番、第4コーナーを進んで直線へ向かう。内から来るか外から来るか、最後の局面です。勝負は最後の直線に持ち越された。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。ナリタブライアンバナを進む。400を切りました。最終コーナーを曲がって最初に立ち上がったのはナリタブライアン。スーパークリーク食らいついていく。ナリタブライアン、これは決まったか。後ろは大きく離れたぞ。残り200、余裕の走りだ。後ろをぐんぐん突き放して、これはセーフティーリード、これは強い。ナリタブライアン大差で今ゴールイン。圧倒的な実力を見せつけレースを制したナリタブライアン、見事に完勝。レジェンドレースを制しました。2着にはスーパークリーク、3着ゴールド。面白いレースだ。これで終わりじゃありませんよ。